清くんとかも顔出ししたら実はイケメンだったっていう、はい、ああそうですねキヨはまあ顔かっこいいしあいつスタイルもいいしなうんだから結局それで実写動画をやるようになってめっちゃ変わるんですよねまあそうっすねある程度人気な実況者とか配信者って見てくれもいい人を不快させない見た目してる人多いわそうなんですよ、ね、ふ、うんこちゃんとかその緑ちゃんとかも結局イケメンなんですよね、はい、ああねろ木さんそれよく言いますよねキヨんが飲みてコすスケんが飲みたいのはそういうとこだと思ってるんですよ俺コうスケはねそんななんかちょっと痩せれば顔のパスとすごいい,いから俺 めちゃくちゃゃくイケメンになると思うんだけど話も面白いしもっと寝るべきやと思う。